寒いからヒーターつけよう。なんで開かないの？昨日切っといた味があるんだよ。小ネギを買っとけばよかったな。やっぱりちゃんとしたネギを買っていくの。イゴ練り、もうプルプルしてる。面白い。海藻っぽい香りがするな。酢の味を食べてみる。あ、うまい。食感はこんにゃくみたいな感じで、なんか海藻っぽい香りがする。これうまいね。結構癖がないからアレンジできそう。ブランチ。いただきまーす。ねえねえ、なんかメインのやつ忘れてた。味をなんか物足りねえなって。私もあれこれだけだったっけって思うんだ。うおー、いただきます。おやー、いいごねり。まだ佐渡に来て一回も釣りしてないのに。え、あれそうだっけ。四五日経ってるけど、来週ぐらいがね、ベスト。今から1週間後、ね、私結構好きなんだけど。なんやねん、無味無臭の。え、香りするじゃん。香りするかな。味食った後だからかな。あ、味の感じが残りすぎて、ネタバレするかなと思って詳しく見なかったけど、原材料名海藻だけこれ。うん、エゴもエゴ。すごすぎじゃね。海藻だけでそれこうなっちゃうの。今晴れてるように見えるのは気のせいだから。これから 100% だから一瞬の晴れ間だね。そう。ああ、すごいいいとこだった。でもこれで晴れたと思って行動し始めると多分また雨になる。バク風。はい。女子力高い注文。コーヒーとパンケーキ。なんかさ、雨超弱くない？ちょっと渋い温泉見つけたから行ってみよう。おう。ダムのほとりで車中泊しようと思うんです。うん。完璧なプラン。ただ明日の天気をもう一度今一度見直してからかな。変わるけんね。ああ、踏み出した。雨降り出した。これ右行ける？右に行くんですか？ちょっと頑張ればいける。仙道温泉入り口で右に差してあるけど、右は田んぼしかないんや。あ、でも そこでそれだ。あ、それだ。入浴600円。こんにちは。これは1日の何回でもの料金で、1回だと400円。 ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。こっちお風呂あそう。はい。元湯渋。はぁ、めっちゃ昭和やん。昔のばあちゃん家にあったな。これすごくない？あー、すごい。すごい。運動する場所もあるの。すげえ。ジム。ジム。ジム付き。これあれじゃん。ロデオボーイじゃん。これバランス取るの？うん。これがぐにょんぐにょん揺れるんだけど、その。ダムダムダム。ダムね。うん。ダム。ニーポ銀山っていう。金山も銀山もある。無料のキャンプ場があるらしいんで。あ、ね、駐車場の横に、うん、そこの設備がもし使えたらすごく嬉しいよね。これがダムです。
ですね。あ、これがすげえ、トイレと炊事棟がある。ほんとだ、やば。超ありがたいね、これ。すげえ、これすごくありがたいものですね。炊事棟だ。え、しかもさ、無料だからさ、すごい荒れ果ててると思ったら結構整備されてるよ。それでここがキャンプサイトみたいな。めっちゃいいじゃない。これ無料なの、すごいよ。最高じゃん。何これ。あ、各自で清掃とご協力お願いしますね。なるほどね。あ、カエルの鳴き声がいいね。あそこにバックで入ったら一番いいな。よくね、この場所。え、めっちゃいい。ハドに乾杯。これ500ml でもギリテーブルとして成立する。このジャックリーさんはやっぱポータブル電源は上面フラットでしょ。釣りを控えないとさ、釣りすぎちゃってさ、逆に魚捨てることになったら最悪じゃん。そんなことありえないやん。サバがいっぱいあったもんね、だってね。食べきってサバを釣りやろうとしたら雨だし、仕方のないことでございます。月火が雨でさ、水木が晴れんのにさ、水木沸かしを流しをなんだ。沸かしを流しをで俺さ、釣れた試しがないんだよ。でも佐渡ならもしかしたら関係ないの。佐渡はすごすぎて天気予報変わりすぎて、ちょっとさ、ほんとこまめにチェックしとかないと。今日の夜大雨になった。 100% 大雨だよ。いいね、ここ。いい。長いテーブルにしたらもう一気にはかどったね。うん、今までサラダ乗らないことが多かったけど。いただきます。いただきます。これは自信がある。うまっ。ニンニク醤油焼き、うん、これはすごい。あっ、でご飯が熱々だね。口噛んだ。でも好き。スプーンをすっ飛ばして。ダイレクト直入れ。雨なのに快適なんだけど。これは素晴らしい。すごくない。うん、雨音がすごくなってきた。なんかさっきより明らかに強くなってきてるね。うん。そのトイレすごい近いけど、トイレに行くのすらめんどくさいけどね。うん。こうなると。多分折りたたみ傘使わないとずぶ濡れになるよ。おやすみなさい。
昨日朝飯食べなかったせいでパンの消費期限が今日迎えてしまったんです。2枚ぐらい食っちゃおうかな。 75% だ、やばいよ。今日はそうだ、井上尚弥の試合もあるからね、パン2枚ぐらい食っとかないと。ちょっと朝から飛ばしていかないと。1枚ずつ焼こう。焼きたてを食べる。あ、牛乳が終わった。ドゥン、あ、うま、このパンうまい。外カリッカリで中ふわふわ。第2ラウンド入ります。なんかこいつのおかげでちょっとあったかいんだけど、この間違いね、暖房になってる。一瞬で完成。この寝袋をペシャってやって、ザ枕をこうやったら、なんかで膝にパソコン乗せたら作業できる。これ意外と快適なんだよ。いや、そうなんだよ。これはタツオチョイスラーメン、丸型なんだけど麺が、これめっちゃ作りやすいやん。できました。やべ、どうした。うまい。うめえな。うん、くれるってだけにさ、ねえ、2杯ぐらい水玉ついてて、ね、綺麗に。すごい、ありがとうございます。ガチャ回したい。ガチャ温泉がオープンするまでちょっと時間がありますのでね、うん、お、これ、うわー、結構立派だ。到着いたしました。あ、あの佐渡でっかい、あれ可愛いよ、あの時のパッケージ可愛いよ。そう、佐渡乳業。そうそうそう、牛乳売ってるかな。かわいい。今日開けてしまいました。あのガチャってどこにあるんですか。ガチャってどこにあるんですか。ああ、ね、そうなんです。ああ、だね。そう、そう。うめ。牛乳ゲット。スーパー迷う。ガチャなかったね。ガチャ終わっちゃったって。開いてすぐ。コインランドリーがある、うん、うわ、洗濯乾燥機もある。すごい、60分1200円、ちょっと安い気がする。シャンプーが置いてないらしいんで持ってきた。500円。かわいい。めっちゃ泳ぎ回ってるね。かわいい。バイバイ。そうそう、風呂入りながらコインランドリーできるのは激アツじゃない。激アツ。風呂っぽかった。それ、お湯が黒いんだ。
じゃなくてさ、浴槽がなんかそういう色じゃない？カスが黒かった。あ、ほんとお湯のカスが。またに行きます。行きましょう。そろそろ通知したいな。ちょちょ、そろそろやってくれ。タンパク源を捉えてくれ。これからちょっと釣り三昧していいな。うん。戦場狭い時期でした。あ、時期ですね。あ、本当だ、トイレが。あ、駐車場。おお、すごい。え、すごいね。え、すごくない？こんな海っ端に。何かぶってんな。ちょっとトイレが男子小便器以外壊れてて使えないから移動することにします。あ、トイレ使えそうじゃん。あ、電気ついてる。使えそう。難しいね、場所選びが。観光地は門限がさ、決まっちゃってるからさ、すげー良さそうな釣り場なんだけど、そのゲートが開く時間にはもう釣りのゴールデンタイム終わっているという。これがモーラ。あ、それがトイレだね。え、なんかすごい近くには最高。なんかそこの先のアジアマヤとかもいい感じ。向かってってる感じになって、結局ニューダピだな。うん、1杯78円で買っちゃったんだよね。いや、もうここで買って今日はめっちゃいいとこ。今日はね、なんと井上尚弥対ドネアさんなんです。すごい楽しみです。これからやるから。魚釣りてえな、でっかいの。沖磯行きたいな。沖磯行こっかな。なんとね、家を出てから今日で1週間だよ。あ、そうなんだ。すごくね。車中泊場所はそんないろんなとこで泊まってるし、温泉も毎回違うとこ入れてるからすごいよね。そんだけサドル いろいろあるってことだよね。あ、今日イカを料理するんです。ああ、78円のイカ。価格破壊。食べれるんだよ。うん、あんなん高いよ。あの本土であれ買ったら来週いっぱいずっと、うん、ずっといい。大勝負に出る。気にせんでやってくれよ。私は私でやりたいことがあるから、悔いを残したままこの島を去ることは良くないと思うんです。じゃあそう思いませんか。金曜から頑張る。今日は火曜日ですね。うん、なんかそのさ、2日目ビューホテルなるところがお風呂を貸してくれるのならばさ、有力な候補地となったな。車中泊の。あ、今聞いてますか。あ、聞いてみ。やってない。あ、やってないの。この問題解決せず。しかし毎日料理が楽しいぜ。いいかー。よ。あ、いただきます。いただきます。いただきます。いか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 。あ、うめえ。このいか、そう、マイカだって。いただきます。あ、うまい。マイカ丼。やわらかい。うまいね。うん、でも78円でこれが手に入ってしまったら、なんかもう何もできない気が。
毎日活性化できる。1日78円で生きていける。ごちそうさま。あれ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 。あー、なくなった。美味しかったね、これ。うん。飲んだよ。初日にいきなり結構飲んだと。うん。明日静行かないと。あ、行こっか。じゃあ、洗うぞ。すげえやる気ないこのアングルなんだけど、何も見せる気ないでしょこれ。いや、分からん。ただの待機画面じゃんこれ。きたーね。友康布袋がコールされた。おー、やばい。マジか。いや、本当にやったね。もう寝る時間ですね。眠たい。ちょっと最後の最後の解説まで見ちゃった。インタビューとか。うん、振り返るまでね。そう、振り返るまで全部。明日の朝このワークマンを着てね、釣りに行くことにしました。それでね、釣り具をね、全部前に移しといた。そうすることで、海子寝てる時にリアハッチの開け閉めをしないで俺が出発できる。じゃあおやすみ。おやすみなさい。ピーン。寝坊した。結構暑いよ。まあ、俺も今車の中ちょっと暑い。海落ち着いてるな。うん、昨日に比べたら。昨日より全然暑い。釣り日和だね、これは。今日釣り日和だったんじゃないですか。かなりの釣り日和だったね、これ。釣り具もちゃんと準備してすぐ行ける状態だったんだけどさ。準備した日に限って行かんよ。いやー、釣りしたかったな。また今日の夕方か、明日の朝にリベンジだったな。干してたタオルについてた虫が。今日の作戦は金山行って酒造に行って、あ、カビ生えてる。やっぱ昨日のあの湿度はやばかったんだ。カビ生えてないのは増えるもんね。ドライバジルはカビ生えないの？バジルっていいよね。宝石から金銀鉱物を回収する、回収するのがこれで、で石炭火力発電所がこっち。今北沢地区だよね。
山の方にもいっぱいあるぜ。これは鋳造工場なんだって。この円形のやつが泥状の金銀を含んだ鉱石がこの装置で水分と分離されてこっちに送られて取り出す。もう柱とかなんか芸術作品みたいだよ。中世ヨーロッパみたい。こんな感じだったんだ。シチュース銀行の写真。これ50メートルシックナーかな。さらに登る。宿なし人の墓。放浪してた人の墓。強制労働者みたいな。それはちょっと悲しい。結構広々とした駐車場だね。おお、立派なトイレもあって。寒いんだ。C にした。じゃあゴールデン。うん。すごい。場所によっては45メートル間隔で開催されており。寒い。ご利用ください。え、マジ？これ面白い。おばたシューズは。へえ、売ってんだ。確かにここすごい温度も一定でちょうど良さそう。これ何？知らん、さっきからなんかちょいちょいあるね。この上すごいよ、煙やな。煙やな、うわ、なんこれ。わあ、ここ江戸時代の手彫り跡。はぁ、まあ、酸素が不足するから警笛鳴らせだって、これこの文字、この書体、なんか昭和味を感じるね。てかこれトロッコの跡か、ほんとだ。トロッコ乗りながら警笛鳴らすって。2トン、蓄電池式機関車。蓄電池式？バッテリーで走んのこれ。こんな細かく断面図。山の下に穴掘りまくってんの。職人休憩所。ここ？職人休憩できる、ここ。江戸中期に江戸大阪からなんとか人足。うわ、強制的に。強制的に連れてこられた人々。やっぱそういう感じなんだ。やっぱそういうこと。ここで休む。ちょっと狭そうな雰囲気ですね。あ、もう見えたじゃん。ほら、山のてっぺんが分断されてる。割れと。あ、掘り進めてる間に山が割れちゃったんだ。すごすぎ。昔の写真すごい。昔の写真やばすぎるね。裸で作業してる。おお、これが実物もどっかに別のルートにあるんだ。蓄電式機関車充電器、やばくないこれ。やばい。これマジやばいよね。フル充電で約16キロの走行可能。2V の蓄電池が24個搭載されて、一晩で充電が可能でしょう。一晩で充電か。この機械やばいね。すげえ。美しいよね。金山めっちゃ寒かったのに、ね、車暑い。金山楽しかったわ。金山ちょっと楽しかったです。バッテリー駆動のトロッコっていうのがね、意外だった。美しい。パーラーするやん。渋い。パーラーするやさ。肉スパライスカレー。肉スパがすごい。この辺がマジですげえなと思って。これは自信ないわ。来たー。うまそうじゃん。やばい、めっちゃうまそうなんだけど。
どっちかだけで一食成り立ってる、うん、成り立つ。ごちそうさまです。爆盛りの飯屋、ね、うん、それでもそこまでは塩の塩米ありがあんま良くないんじゃない。今日明日良くない、うん、長塩若塩っていう一番釣れる気がしない塩。いやでもこれ佐渡におるから。そうなんだよ、佐渡はすごいかもしれない。佐渡は例外かもしれない。え、あるか、民家にしか見えないの、全て民家にしか見えないぞ、これと見た、あ、これだ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 、おった、あった、入れない。え、どうしよう。おお、ここで入れる。これあれじゃね、キャンプ場の人が作ってきて、製品にする段階の時のちょっと火入れの回数とかの違いなんですけど、はいはい、ダルの方がちょっと一回火入れっていうことで、あのフレッシュな方に、半生状態みたいな感じ。半生、感覚でいうと生に近い。通常の商品になると2回切れするとどうしてもちょっと、まあ、熟成感とまではいかないですけど、はい、あ、ちなみに生のやつってありますか。生って書いてある。生あります。脂肪瓶を見れば脂肪瓶もあります。脂肪瓶720もあるんですか。へえ、それどう、それにしようか。それぞれの生があるっていう。はい、ああ、なるほど。イタルの純銀の生の720でした。あ、すごい建物だね。すごい建物。米は、そういえば時まだ見てないじゃん、俺ら。あのキャンプ場の人が言うには、すごい朝早くに、運が良ければ見えるかもしれない。そこで作ってる、そこで作ってるって感じだよね。いやー、いい感じの、いやー、いい感じ、うん、いいところだったね。いい感じのところだった。すごい雰囲気あったし、うん、辺見酒造さん、辺見酒造さん、辺見酒造、楽しみにしてます。今夜いただきます。酒造がいっぱいあるってのもすごい、それもちょっと楽しいよね。じゃあ風呂に行きましょう。うん、釣りしたい場所の近くのホテルで日帰り入浴できるってさっき電話で確認したんで、なんか赤泊まりっていう、うん、この前さ、小木っていう方行ったじゃん、向こうの方、あれのさらに来た。サンライズ城ヶ浜っていうホテルのお風呂。400円。バイバイ。気持ちよかった。お風呂から海見えたね。見えた。お風呂は良かったですね。うん、なんかね、いい湯加減だったね。あれでサウナついてて400円。あの港狙って、あれね、映像長い。長いね。超長い。長い。あ、これ酒造さんだったんだ。熊本じゃん。そうなんだ。酒造もあって、さっき英語部もあったし。風呂もある。全部あるじゃん、ここ。赤泊まり港。駐車場かな。あ、これが？あ、違う違う。これじゃない。あ、違う？俺らの目的地これじゃない。これか。これ駐車場だね。
なんかタコのジャングルジムみたいのがある。タコ公園だって。あ、ここにトイレあるよ。ほら、これトイレだ。あるわ。なんで？これはタコ公園。そう、ここにタコがいるからタコ公園。一応小物も釣れたらいいなって感じだから4000番で行こう。風が意外と強い。この高いサビ気につけて。佐渡一発目のルアーは一番好きなやつにしよう。あれ、あの人たち帰っちゃった。なんか寂しいな、一人になると。釣り場に一人って寂しいんだよ。ここで根がかり、なんか海藻みたいなのが多分引っかかってる。あんま沈めてダメか、これ。海藻だよね。あれ？あれ？魚がついてる。アジだ。え？ちょっと待って。なんかアジ釣れた。よくわかんないけどアジ釣れた。なんかいいサイズのアジいきなり。ポールで食ったの。衝撃なんすけど。なんか1投目で来た。1投目でポールで。ストリンガーでアジって活かせんのかな。おお、なんか来た。来たぞ。いやマジで、すげえな。こんな、え？こんな簡単に、釣りってこんな簡単でしたっけっていう。アジだったら嬉しいよ、アジだったら。アジだー。すげえ。これは面白いぞ。マジかよ。うわー、でかアジ。来た、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 来た。おー、強い、強い。うわー、でけー。あ、でっか。マジっすか。ちっちゃいの逃がすか。さばくのちょっときついから、この2匹逃がそう。ほいほい、あんたでかいな。サドやばすぎ。おお、来た。小さいかな。え、ジグ。ごめんよ、アジ天国や。あー、でも下のやつはいいサイズだな。小さいですね。おお、一匹でかい。大満足すぎるわ。でかいもん、こいつとか。お、おかえり。あ、やばー。え、結構いいね。いいサイズだね。2匹分ぐらい刺身にしようぜ。ダメな潮の日だよね、今日。でも余裕で釣れちゃったわけだ。あー、ハジの刺身は楽しみですね。いいね。4匹分を僕スーパーで買ったのと同じぐらいの量になったじゃん。イタルさん、純米吟醸生酒。
あ、危ない。落とそうだった、もしかして。うん、釣れた。釣ったアズイと一緒に。あ、それは釣れないことだろう。とりあえず、これ一発目に。はい。いいのですか、私。うん。なんか、青りんごのような爽やかさ。おお、ほんとだね。シャキって青りんごかじったみたいな爽やかさ。おお、うまいね。うん、いい、これね。うまいんじゃない？待てよ、これめちゃくちゃうまいぞ。これめっちゃうまいんじゃないの、これ。試飲しないで買ったけど。うまいです、辺見修造さん。ありがとうございます。このシャキ結構でかいよ。はずさっき、うん、懐かしい。これうまいね、マジ。あの、鮭に集中しすぎてブロッコリー入れ忘れてた。ちょっとバターを入れて、うん、まだ外明るい。この手についたアジの匂いをあのつまみにこれ飲める。どんな通な飲み方しとんねん、この方。魚の新鮮な生臭さってすげえいいんだよ。ガソリンの匂いが好きなのと同じ感じ。これ僕の大好きなサダイジンの水に匹敵するあのうまさかもしれない。いやー、味も釣れたし最高だな。佐渡最高だわ。コリアンダーの種なんて入れてみようかな。すりつぶしたいんだけど手でつぶすしかない。それでこうセージも買ってたんだよね。ご飯もできた。じゃーん。今日飲み終わっちゃう可能性はあるな。それはないか。さすがにそれはない。いや、アジがいっぱい釣れたからとかそういうわけじゃなくて、普通に、うん、純粋にうまいんですよ、これ。超過とか関係なしにさ。純粋にうまいよね。言うからそれ関係あるみたいなんでしょうが。これとこれで。切って。うわ、うめえ。なかなか分厚いね。お米がツヤツヤですね。これ2合。もちろん生で食べていいの。いいんじゃない。俺前だって卵生で食って今釣れたやつちょっと残すっていうのが多分一番使いづらいから。おー、いいね。そのさ、倒すんだよ、そのぐらいして。はい、いただきます。はい、いただきます。あれ、メインディッシュはこの後一旦これ食べようかなと思って。うん、今何食べた。白子。私、ただ卵食べてみるね。え、卵でかくね。これいいと。いいよ、白子。あ、卵うまい。卵めっちゃうまい。うぶっ。あ、虫が来た。あ、こっち待ってね。卵絶対うまいよ、これ。卵はものすごく美味しかったです。え、白子めっちゃうまいよ。ちょっとなんか不思議な感じだけど、あ、うめえ、卵。あ、うまい。ボーン、鮭です。マニエルな感じにしてみたんだよ。うん、おう、あ、柔らかくできた、うまい。セボン、フライパンを熱さずに身を置いてから火をつけるっていうをやったの。そんな技があるんだ。うん、カラストマス思い出すね、これね。思い出す。これ北海道行きたくなっちゃうね。うめえ、これ。椎茸もうめえ。いや、北海道熱がこれ増しちゃうね、これ。増しちゃう。ひたすら食ってたよね、カラストマスね。最近ゴールデンカムイも見てるから。炒めまくってる。北海道熱はすごい。日本酒のすごいところは一瞬で飲めるところや。違うだろ。ビールって俺一瞬で飲めないんだけどさ、日本酒って一瞬で飲めるんだよ。知らねえわ。日本酒のすごいとこやっぱさ、米だけでできているのにこんだけいろんなバリエーションを出せるところや。アジのすごいところはやっぱうまいところだよね。俺魚の中でアジが一番好きなの、食うのは。私はやっぱイカが好き。あ、イカね。イカはなんか天才、生物としても。あの、イカはね、イカ魚じゃねえからね。そうだね。比べらんない、アジと。魚の中ではアジが一番好き。うんうん、イカの中ではイカが好き。全生物の中でイカが好きかもしれない。
神秘的だよね、イカって。うん、うめえ、うん、おいしい。それ、うまいよ。うまいよ、これ。うん、あー、最高だった。先に、おやすみなさい。明日4時に起きよう。